から学ぼうゴルフレッスン。プロ、今日はどんなレッスンですか？はい、今回はですね、つま先上がりのバンカーショットの打ち方を少し勉強してみましょう。お願いします。はい、今回のレッスンはつま先上がりのバンカーショットということなんですが、いわゆる目の前が上がっている状態のバンカーショットになるので、ボール、地面が自分の体に近くなってきます。ですからまずやることはグリップをあまり長く持たないこと、少し短めに持ってみてください。そうすると地面と自分との距離が合いやすくなってきます。これあんまり長く持ちすぎちゃいますとボールから少し離れないといけなくなってきますので、少し短めに持ってあげると自分のいつものアドレスの位置と変わらなくなってきます。あと打ち方としましては、やはりアプローチなどと一緒で左が上がっているということはヘッドがこう巻きつくような打ち方になるので、ボールも左へ飛びやすくなります。バンカーショットだからといって普通のように上から打ちつけちゃいますと、前が上がっているのでこの先っぽの方が先に地面に当たってしまって、いわゆるミスショットざっくりになったりしやすくなるので、この場合、ややフラット気味に、いわゆる少し横振りにしているような気持ちで振ってあげると、この地面に沿ってこのヘッドがきれいに入ってくれるようになります。アドレスは一緒です。ボールの位置は少し右目に取ってあげて、クラブを少し短く持ってあげ、スイングとしてはややフラット気味に振って横振りのような感じで振ってあげると比較的簡単に脱出できるようになります。これを、通常のバンカーのようにただ上から打ってしまいますと、先っぽの方のヘッドが地面に当たってしまって出なくなったりします。できるだけ短く持ってややフラット気味に振ってあげて、砂はしっかりと同じように叩いてみてあげてください。そうするとこの前上がりのバンカーショットっていうのは簡単に脱出できるようになってきます。ぜひ参考にしてみましょう。目の前が上がっている状態のバンカーショットになるので、ボール、地面が自分の体に近くなってきます。まずやることはグリップをあまり長く持たないこと、少し短めに持ってみてください。そうすると地面と自分との距離が合いやすくなってきます。あと打ち方としましては、いわゆる少し横振りにしているような気持ちで振ってあげると、この地面に沿ってこのヘッドがきれいに入ってくれるようになります。そうするとこの前上がりのバンカーショットっていうのは簡単に脱出できるようになってきます。